皆さんこんにちは、アミーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は母の日が近いなぁと思ったので、このような小さなカーネーションを編んでみました。茎の部分にワイヤーを入れて自立ができるような作りになっています。マリーちゃんにもね、ちょっとこうやってワイヤーを曲げたら手にキュッとかけると持ってるような感じにすることができます。お花の編み方はここの額の部分から緑で編んでいって、そのままの流れでピンクのお花を編んでいます。葉っぱがなくても可愛いなと思うんですけど、こんな感じでちょっとつけてあげても雰囲気が変わるので、最後にこの葉っぱの編み方も紹介しようと思います。自立するのでこんな感じで飾っておくこともできます。使用する糸は、この間チューリップのカバンをね、編んだ時に使った刺繍糸が結構残っていたので、ちょっと使いかけですけども、この中から何色でもいいんですけど、お好きなあの刺繍糸を使って額の部分とお花の部分と編んでいます。で、使用するかぎ針はかぎ針の2号を使って編んでいます。1号とか3号でも編めると思います。使用する材料はこちらに一覧でまとめていますので、またご確認ください。それでは編み始めます。まずは額の部分から編んでいくので、緑色の糸をちょっと多めに出しておいて、そして輪の作り目から始めます。まず左手にくるくると2回糸を巻きつけて、このように持って輪の中に針を入れて、後ろから糸を引き出します、はい、そして輪の中に細編みを5目編み入れていきます。まず鎖編み1目で立ち上がってから、この輪の中に細編みを5目、1、2、3、4、5、5目編めました。この輪が開いてるので、糸端を持ってキュッと絞って、で、動いた方の糸をさらにキュッと、でもう一度糸端を絞って、穴を閉じます。そして最後に最初の細編みの頭の目、ここに針を入れて、で、引き抜きます。これで1段目が編めました。2段目も同様に、増し目なく細編みを5目編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がって、そして最初のここの目に細編みを1目、次の目にも細編みを1目、ちょっと最初は細かいんですけど、増し目をせずにそのまま5目編みます。4、はい、5目、5目編めたら最初の細編みの頭の目、ここに針を入れて、で、引き抜きます。これで2段目が編めました。額の先端の部分になります。次3段目は全ての目に増し目をして細編みを編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がって、で、最初の目、ここですね、ここの目に細編みを2目、2目入れて細編みの増し目をします。で、隣の目に移って、隣の目にも細
こにも細編みを2目編みます。1、2、でまた隣に移ってここにも2目、1、2、このようにすべての目に増し目をするので、1周の目が全部で10目に増えます。1、2、で1周10目編めたらまた最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。これで3段目が編めました。4段目は増し目なく細編みをまた編んでいきます。鎖編み1目で立ち上がって増し目をせずに増減なく細編みを一周編んでいくので細編みは10目のままですね。10目編めたら最初の細編みの頭に引き抜くんですけども、これで額の緑の部分は終わりなのでここで糸の色を変えます。お花の糸を持ってきてでちょっと引き出しておいてお花の糸を左手にかけて赤い糸を引き抜いて、一回ちょっとギュッて押しておいて、はい、これで額の部分が終わりです。こんな感じですね。この真ん中の最初の糸端はまず切ります。そして先ほどまで編んでいたこの緑の糸も切っちゃいたいんですけど、最後にお花の形成をするときにこの緑の糸を使いたいので縫い閉じるように少し長めに切っておきます。だいたい20センチぐらいあればいいかなと思います。でこの段階でここのワイヤーのところですね、このワイヤーを通しておいた方がちょっと後々楽なのでこの時に入れてしまいます。ワイヤーはセリアさんで購入したんですけど、こちらのちまきワイヤーで緑色のワイヤーですね。太さが 0.5mm、 長さが 36cm ある、結構長いワイヤーなのでこちらを使って、まあ、イマリちゃんサイズで作るとしたらまあ約 15cm ぐらい、 15cm ぐらいのところでちょっと長めにパチンと切って、これをさらに半分に曲げて半分に折り曲げた U 字のところをこんな感じで中に通していきます。真ん中だとちょっと抜けちゃうので少しサイドの部分から1本出して、で今度反対側もこのくらいかな、こんな感じで引っ掛ける感じにしておいて、でギュッとギュッと固定します。軽くねじりながら固定をしておきます。こんな感じです。で最後にね緑のテープも巻くので適当に仮止めで大丈夫。次お花の1段目ですけど、お花の1段目はここの1つの細編みに対して4目ずつ細編みを編んでいきます。なのでちょっとかなりボリュームが出ます。まず鎖編み1目で立ち上がってから最初の目、ここの最初の目に、細編みを4目、この糸端も一緒にしながら4目、1、2、3、4、こんな感じで
ちょっとキツキツですけど4目入ってます。そして次隣の目に移動をして、ここの目に細編みを4目、1、2、3、4、はい、4目編みます。でまた隣の目に移って4目、1、2、3、4目、こんな感じで1目に対して4目ずつ、かなりキツキツですが編んでいきます。4目ずつ入れて4倍に増し目をしていきます。なんとか1周編めたので、最初の細編みの頭、ここに引き抜きます。これでお花の1段目が編めました。続いてお花の2段目ですけども、お花の2段目は、細編みと鎖編みで模様を作っていきます。細編みをこれ飛ばしたりしないで、すべての目に細編みを編んでいくんですけども、その間で鎖を3目ずつ編みながら細編みを編んでいく感じです。まず鎖編み1目で立ち上がって、でちょっと一目がちっちゃくなって見にくいんですが、立ち上がりのところに細編みをまず一目編みます。そして次隣の目に細編みを編むんですけど、その前に鎖を3目、1、2、3目編んでから隣の目に細編みを編みます。これの繰り返しです。また鎖編みを3目編んで、で隣の目に移って細編みを1目編みます。そして鎖編みを3目編んで、で隣の目に細編みを1目編みます。で鎖編みで細編み1目、これを繰り返しながら1周ですね、全部で40目あるので40目編んでいきます。目が詰まってて拾いにくいんですけど、ギュッと開きながら拾って編みます。そして最後、はい、鎖編みを編んで、最初の細編みの頭に引き抜いて、これで一周編めました。おお、フリフリこんなスカートがあっても可愛いですね。でお花は編めたので、ここで一旦糸を切ります。お花の方の糸始末を先にしてしまって、カーネーションっぽくキュキュキュと絞って形成をして、こんな感じかなって決まったら、この際のあたりでキュッと縫い閉じていきます。あんまりきつくキュッて絞っちゃうとぺちゃんこになっちゃうので、軽く引っ張りながら、でも中がね開いてこないように閉じます。本当はね額を別で編んでもいいかなと思ったんですけど、ちょっと細かくて大変なので、今回はもう一気に額とお花と一緒に編んでみました。こんなもんかな。よし、で最
最後下の方に糸を持ってきて切ってしまいます。これで編むところは全部終わりです。葉っぱをつけない場合はこの後テープを巻いて手を好きな長さでチョキンと切ってもらって、それで完成になります。今回はちょっと葉っぱも編んでみようかなと思うので、引き続き葉っぱを編んでいきます。葉っぱはとても簡単です。でこのように持って挟んで、で糸を後ろから手前にくるっと返して、これで鎖の作り目です。そして鎖編みを12目編みます。 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6、はい、鎖編みを12目編んだら、この鎖編みをくるっと90度返した裏山の目、この目を拾って編んでいきます。まずは細編みを1目編みます。鎖編み1目で立ち上がって、でこのくるっと返したら見えてくるこの裏山の目を拾って細編みを1目だけ編みます。次の目は中長編みを編みます。1目編みます。この目を拾って中長編みを1目、さらに隣の目に移って、ここには長編みを1目、長編みを1目編みます。はい、そしたら次の目には中長編みを1目、で細編みを1目、そして最後ここは引き抜き編みをします。で今6目分編んだので半分まで編めました。ちょっとだけカーブをしています。残りの半分の6目も同じように左右対称になるように、まず引き抜き編みをして、で細編み1目、中長編み1目、長編み1目で、また中長編み、細編みという感じで編んでいきます。簡単ですけど、これで葉っぱが編めました。この葉っぱを先ほどのワイヤー、残りのワイヤーがまだあるので、こちらをちょっと切って5センチほど切って、でこの真ん中の引き抜き編みした真ん中のあたりでキュッと、真ん中でキュッと挟んで、そしてねじっていきます。であとは本体と葉っぱを合わせていきます。でちょっと長いところはカットしておきます。あと先端は危ないので丸めた方がいいかな。そして先ほどお伝えしたこちらの緑のテープ、こちらを使って固定をしていきます。ちょっと引っ張りながらねつけていくといいです。葉っぱのところもちょっと交差しながら、額のところとの付け根もちょっとしっかりめに巻いておくとしっかりします。はい、これで完成です。かわいい。ちょっとなんかラッピングして花束みたいにしてもかわいいですね。お花のサイズはだいたい3センチぐらい、3センチぐらいのお花で、額の部分で約1センチで、茎の部分がまあ約3センチ、これも3センチぐらいの長さです。このようなサイズの小さなカーネーションです。お花の部分だけ作ってヘアピンとかつけて髪飾りにしてもいいかなと思います。ぜひ参考にしてたくさん編んでいただけたらと思います。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。